プレーでよりしっかりとコーティングしてあげることで湿気に負けない前髪を作ることができます。チェキチェキこんにちは、表参道ヘアティストあやまるです。今回は汗や湿気によってうねる前髪問題についてお話ししていきます。皆さんの中にもきっと前髪がうねってもどうしようもないって方いるんじゃないですかね。実は私もその中の一人でございます。なんなら今日も雨が降っていて、ましてやこれからね梅雨の時期にもなって汗だったり湿気、マスクなどでせっかく綺麗にした前髪も気がついたらうねってるなんてこともありますよね。そこで今回は汗や湿気、マスクによって前髪がうねってしまう原因とその対策について解説していきたいと思います。前髪がうねらないようにするためにもまずは原因から学んでしっかりと対策していきましょう。それでは解説していきます。まずは気づいたら前髪がうねってしまう原因についてお話ししていきます。先ほども言いましたが、皆さんの中には朝ちゃんとスタイリングしたのに気づいた頃にはもう前髪ボサボサになってるとか、お仕事や学校に行く間の電車で終わるなんてね経験された方いるんじゃないでしょうか。実はそれって汗や湿気による水素結合が原因で起こってしまうんです。水素結合とは何って思った方もきっといらっしゃると思うので今から説明していきます。まず髪の毛は4つの結合によって形成されていると言われているんですが、その中の一つが水素結合なんですけど、皆さんもきっとやっている寝癖を直すっていう時もこの水素結合を利用して直しているんです。この水素結合は髪の毛が濡れると切断されて乾くと再結合します。髪の毛を濡らすことで水素結合がバラバラになって形を変えることができるようになり、寝癖も元の状態に戻すことができるんですね。それでまっすぐな結合の状態に直してあげてから乾かすことによって再びこの形で再結合してこの状態をキープすることができるんです。髪の毛を乾かすときに軽く引っ張りながら乾かしたりブローしながら乾かすっていうのもこの水素結合を利用してまっすぐな状態にしてあげるためにやっているんですね。じゃあこの水素結合が前髪がうねるっていうのとどういった関係があるのっていうお話だと思うんですけど、これは先ほどお伝えした汗や湿気が原因でうねてしまうんです。髪の毛が汗だったり空気中に含まれる水分を吸収してしまうことで水素結合が切れたりつながったりして髪の毛が広がってしまったりうねったりしてしまう原因になります。せっかくねお家で綺麗にセットしてよし完璧って思って外に出ても湿気のせいで髪の毛が空気中の水分を吸って水素結合がバラバラになり髪の毛が形を変えやすくなってうねり始めます。それで建物とかのね部屋の中とかでね湿気のないところでしばらく過ごすと湿気でこううねった状態の形で再結合してしまうので、はいこれでうねり前髪の完成ということなんですね。で汗やマスクも同じで、特にこのおでこは体の中で最も汗がかきやすい場所と言われています。これからの時期はね特に暑いし、ちょっと動いただけでなんかもうベタベタっと汗かきますよね。私もそうなんですけど、こうね出勤するときにちょっと歩くだけでもう顔周りとかこううねうねってなっちゃいます。そのねちょっとの汗でも髪の毛がその水分を吸収しちゃってうねる原因になるんですよね。マスクつけてる時とかもねなんとなくわかると思うんですけど、マスクつけた状態でおしゃべりするとこうこの辺にすごい湿気がこもるっていう経験したことありませんか？普段の呼吸だったりこうお話しすることでこの息に含まれる湿気がマスクとこの顔のね間からいい感じに漏れて直接前髪に全部いってるんじゃないかぐらいピンポイントで湿気が出てくるので、そのね湿気を前髪が吸収しちゃうんですね。だってほらマスクつけた状態でメガネつけると分かりません？メガネ曇っちゃうじゃないですか。あんだけ湿気が多い空気がマスクから漏れてきたらもうそれは前髪うねりますよね。ここまでなんとなく前髪がうねってしまう理由分かったんじゃないでしょうか。それはもう分かったけど、もう前髪がうねらないための方法を教えてっていう方のためにここからはその対策についてお話ししていきたいと思います。前髪がうねらないための対策は前髪を濡らさないことです。これだけ言ってもえ何を言ってんのって感じだと思うので、これからちゃんと説明していきます。前髪を濡らさないなんですが、正確には髪の毛が水分を吸収しにくい状態にするということです。具体的には日々のヘアケアだったりスタイリングが大事になってきます。髪の毛がダメージしていると髪の中の必要な水分だったり栄養が抜けて中身が空っぽのスカスカの状態になっています。その状態でいると余計に空気中の湿気を吸いやすくなって、これがうねってしまう原因になるので、なるべくダメージを与えないことを意識しましょう。また洗い流さないトリートメントでしっかり保湿補修してあげることで必要な栄養を髪内部にしっかり浸透させて余計な水分をね吸収しないような髪の毛にするっていうのが重要になってくるので、お風呂から上がったら洗い流さないトリートメントはもう必須、必ずつけるようにしてください。日々のシャンプーだったりドライヤー、寝る前のヘアケアなど意外とね
できているつもりでもちゃんとできていないってことが多いので、一度見直してみてもいいかもしれないですね。詳しいやり方についてもね、私の動画でいっぱい説明しているので、ぜひチェックしてみてください。またスタイリングについてなんですが、なるべくねスタイリング剤はつけるようにしてください。その中でも油分の多いヘアオイルだったりバームがおすすめです。髪の毛一本一本にコーティングしてあげることによって、湿気が髪の毛に侵入してくるのを防ぐことができます。それ以外にもスプレーでよりしっかりとコーティングしてあげることで、湿気に負けない前髪を作ることができます。この詳しいやり方についてはぜひこちらをご覧ください。はい、ここまで前髪がうねらないためにできることをご紹介していきました。日々のヘアケアとスタイリングによって髪の毛を湿気から守ることはできるんですが、やっぱりがっつり汗かいた後とか雨でもうびしょびしょに濡れちゃったら、そこまではカバーできないので、そんな時はどうしてもうねりは出てきちゃいます。それでもなんとかしたいって方は、もう前髪だけでもポイントストレートとか、内側だけストレートかけちゃうとかがいいんじゃないかなと思います。私のお客様でも梅雨時期だけは必ず前髪のストレートやるよっていう方いますね。毎日ねこううねってしまう前髪と戦うのがもう本当に大変って方いると思うので、ぜひ担当の美容師さんにご相談して、ポイントストレートだったりとか、いろいろね対策してみるっていうのを検討してもいいんじゃないでしょうか。はい、というわけで皆さんいかがでしたでしょうか。今回は汗や湿気でうねる前髪問題についてお話ししていきました。日本に生まれた以上は湿気で前髪がうねる問題は一生続くと思うんですけど、みんなでね頑張って乗り越えていきましょう。私はこんなやり方で梅雨乗り越えてるよとか、私はこの対策をしたらもう完璧だったっていうのがあれば、ぜひね皆さんで意見をシェアしたいなって思うので、コメント欄で教えてください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と、私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。カミニーとは現役の表参道美容師であり毛髪診断士でもある謝るが、開発プロデュースを手掛けるヘアケアブランドです。発売時は Amazon ビューティーカテゴリー9冠達成、また楽天市場では発売開始早々に総合ランキング1位を獲得するなど、今注目されているヘアケアブランドです。一番の特徴は150万人を超えるフォロワーを持つ SNS を活用している点です。 SNS を活用することで広告費を削減し、削減分を原料に充てることでサロン専売クオリティを手頃に使い続けやすく提供する新常識を作り出すヘアケアブランドです。髪を通して日本中の女性を輝かせるというコンセプトのもと、皆様の髪にいいものを提供し続けることをお約束します。もっと知りたいという方は概要欄もしくは Amazon 楽天市場にて髪にいいで検索してください。ちなみにね、私がこの時期とか特にねうねり対策を超しっかりやってるんだけど、前日の夜からすごいしっかり仕込みますね。まあまず夜寝る前お風呂入るじゃん。まずお風呂入ってシャンプーとトリートメントするんですけど、その時にもう3日に1回ぐらいシャンプーしてヘアマスクして、でいつも使ってるシャンプーの後につけるトリートメント、この3つをやって出ます。で、お風呂上がった後、ドライヤーする前に、まずヘアミルクつけるんですね。ヘアミルクつけて、バーっとある程度乾かして、私はもう7割ぐらいの時に、今度は洗い流さないトリートメントのヘアオイルを重ねてつけて、ドライヤーします。で、髪の毛が完全に乾いた後に、さらにさっきつけたヘアオイルを薄く重ねてつけます。で、寝る前にはしっかりナイトキャップかぶり、寝ます。で、起きます。起きた時に一旦ドライヤーでバーっと湿気飛ばします。寝癖直すついでにね。で、アイロンする前にベースのスプレーつけます。アイロンします。バームつけます。ハードスプレーかけます。で、完成。で、前髪については一番最後にベビーパウダーをこの前髪、おでことこの前髪の内側に薄くつける。そうするとね、前髪うねりにくくなるんですよ。結構ね、今工程行って、うわ、すごい多いなって思ったと思うんですけど、これやっといたら結構マシになります。だって今日だって雨降ってるけど、まだ全然いけるよね。ちょっとこの辺とかはうねり始めてるけど、全然持ってると思います。ぜひね、こちらも参考にしてみてください。